エラー発生、エラー発生、電力の停止によりシステムがダウンしました。異常灯が点灯します。直ちにメイン電力を復旧してください。怖い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 。繰り返します。直ちにメイン電力を復旧してください。酸素残量残り60分。ライトで照らされた画面を離してメイン電力を復旧してください。シラさん、めっちゃ暗いんですけど。ネムネム探偵です。あ、そうだ探偵、はい、暗いんですけど。だから潜水艦が、はいはい、ちょっと、あ、これ今潜水艦です。潜水艦です。僕はあれですか、マネージャー藤枝ではなくアシスタント。アシスタントなんですね。めっちゃ暗いんですけど探偵。ちょっとなんかメイン電力どうのこうの言ってましたね。はいはいはい。壁を剥がすとか言ってましたね。はい、これあ、それだ。お、剥がれた、はい、ライトでハテナを照らし指示に従い鍵を探す。はい、このハテナをここをなんか照らせばいいらしいですね。はい、ここ、はい、なんかこの辺を照らすみたいな、はい、あ、ハテナあったよこれ。ハテナあった。人手のいる写真を探し矢印の順にたどれ。なんか写真あるんですよ、ここちょいちょい。あ、人手いる。他のどうですか。ちょっと待って、矢印ある人手に。あ、これ矢印じゃないですか。イカ、イカが、はい、じゃあ次これだ。あ、あ、矢印だ。ちょっと待って、8番目の写真のいる魚の視線の先だから、これ今2番目、はい、これ、はい、どっち次。右です。これ下です。あ、いや、多分こっちです。はいはいはい。え、どっち次。え、イカかな。そ、右っすね。これだ。あ、え、斜め上かな。今何番目。わかんないです。なんでちょっと目悪すぎて何も見えない。シエさん、じゃあちょっと、いや、ネムネム探偵、探偵いきますか。1、矢印わかりますよね。2、3、4、5、6。じゃあこれ下だよ。 下なんすね。7、これだ。魚ここにいます。これの視線の先はここです。うわ、すごっ。見つけた鍵で鎖を外せ。鍵あるんですか。ここに鍵があるっぽいよ。うん、映んないですね。なんか、あ、あ、なんかそれっぽいのある。あった。これじゃないですか。これだ。これでここの鍵が開くのかも、はい、ちょっとライト、はい、草千枚むずいですか。全然開いた。開きましたね。うわ、照らして再現しろだって。え、このドアみたいなのどっかにありますか。え、ドア、あ、あった。あれだ。え、あった。これだ。お、081だ。081じゃないですか、これ。すごっ。ちょ、電気つけないとマジきついです。ちょ、何も見えないです。お願いします。ちょっと待って、来た。開けて。あれ、これどこに合わせるの。ああ、間違えた。合わせるとか、それよく素人がやるやつ。これマジで見えねえ。来た来た来た、取れた。じゃあ探偵お願いします。はい、来た。開いた。開いた。オン。はい。えい。はい。おお。休止。ああ。す。お。ああ。おお、すげえ。え。ロックを解除し、操作室へ向かってください。ちょっと、今全然何も聞いてなかった。はい。非常マニュアルを。メイン電力が復旧し、システムが再起動しました。はいはいはい。システムダウンにより、メインルーム、およびすべての扉がロックされています。はいはいはい。非常マニュアルに従ってロックを解除し操作室へ向かってください。非常マニュアル。非常、そうですね、なんかそんなようなこと言ってましたね。非常マニュアルとはトリトン。トリトン、トリトン何なんですか。
カンナイズ。カンナイズあります。メインルーム、ホコタウンメインルーム。はい。いますか？そう。ああ。で、操作室があって、そう。はい、で、操作室に行きたいのうちら。はい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 。あれ？あ！何？ここなんか書いてある。ほんまや。2135。はい。これじゃ、ここじゃないですか？これじゃん。絶対そうです。はい。おー。あったよ、操作マニュアル。操作マニュアル、非常マニュアルあった。はい。非常時の対応手順。はい。メイン電力がダウンした場合、すべての扉がロックします。はい。まずは操作室の扉を開くため、手順に従ってください。はい。操作室の扉のロック解除方法。はい。ボックスの中にある非常マニュアルと一緒に入っていたレンチを使い、はい、5枚のパネルを外しましょう。はい。はい、あ、パネルですね。まず外しますか。まずこの人で。はい、これ一番最初のやつ、ここだ。すごっ。硬いですか？硬いというか、めんどくさいね。これ、だいたい電動でやるんで。誰ですか？僕、こういうの、家では。電動あるんすね。電動ある。はい。はい。お、え、待って。D が出てきた。ちょっと一回5枚外すか、全部。外しましょうか。次、この。イカ。あっ、これもう電動の方が持ち込んでほしかったっすね。いや、ねむねむ探偵です。マジもう無理っす。イカ。おお。はい、 H と G が現れました。はい、はまさか、はい、イカ、カメ、メダカ、カメ、メダカ、カメ。はい。おお。A、E。はい。このネッシー。はい。ネッシー。ネッシーじゃないです。なんか G 書いてある。はい。はい。はい、全部外しました。外しまして、A から H の答えがこのちょっと開けたやつですよね。うん、答えを32枚のチップを使い、制御盤、これ制御盤ですね。はいはいはい。に当てはめて数字の順に読み実行すれば操作室の扉のロック解除する方法があります。じゃあ問題解こう。問題解かないと。A から解こう。A からやってみましょう。はい。バルブを数、はい、の状態にし、バルブを数の状態にし、四角から五角形まで進み通った文字の指示に従え。バルブ。バルブが、まずバルブを探そう。他にある。あった。あった。一番左。十字です。あ、十字の方向です。わかります。全部十字やんこれ。あ、十字、あ、時計が。時計の。こう。こうってこと。その辺ですね。九時です。ここね。はい。七時ぐらいですね。最後二時とかそれぐらいの。はいはいはい。はいはい、そんな感じです。ここから。あははははは。たどります。はい。ま。ま。はしたもののあ、そういうこと。右見ろ。何ですか。回したものの右見ろ。え、ああ、右、はい、とくくしし特殊。特殊。なるほどなるほど、そういうことか。これあったやつですね。そう。書いてた。あ、藤枝作れそう。いや、藤枝作らなくていいです。試合しましょう。あ、できた、はい。はい、ここの A に。はい。なるほどなるほど。特殊。なるほど。これじゃあもう全部4文字ですね、答えは。そうですね。多分。鋭いね。お、僕ももう。2,3 回やってますからね。はい、じゃあ、B。B。次のものが指す文字を順に読め。気圧計、はい、潜水メーター、タコメーター、空気計。これが気圧計だ。ちゃんと説明書いてある。こういうやつ。真上ですね。だからこれ、この真上じゃないですか。真上だ。ということは、K。で、潜水メーターは？潜水メーターはその下のやつですね。
この三次の方向。三次の方向ってことは、結果。結果。結果。タコメーターは、あ、ごめんなさい、潜水メーターがそっちだ。え。で、タコメーター今のやつですね。だから、潜水は9時。ケツ。あ、ちっちゃいツだな。ケ、ケっすね、今。結果。で、次がタコメーターなんで、3時のさっきが、さっきの3時ですよね。ってことは、結果。で、最後は空気系なんで、その上のやつです。6時。血管。血管です。血管です。撮影マジむずこれ。はい。早いですね、見つけるの。めちゃめちゃ早いです。はい、B が血管。B が血管。うん、はい、はい、じゃあ C、 潜水艦にある棚の一番下にはどれも潜水艦のロゴが書かれている、正しいものを答えろ。やっぱり意味あったんだ。ここにロゴあるね。丸3つです。丸3つ で、 でこの上が丸です。上が丸でラグビーボール型で、ラグビーボール型です。じゃあこれ、これです。法廷、法廷、はい、問題 C は皇帝じゃないです。D、 これです。一つだけ違う手を剥がし親子の裏を読め。まず一つだけ違う手を剥がし、手があったんですよ、これあったね。あ、全部右手なのにこれだけ左手だ。いやでもこっちが右手で全部左手かもしれない。こっちが左手で、なんでこれ右手じゃないですか。わかんないじゃん。こっちかどうかわかんない。そういうことか。まあでもこれだけ違うです。はい。はい。それも正解ですね。剥がして。はい。剥がせるんだ。親子の裏を読め。え？え？親子の裏？親子の裏です。親子の裏？あ！あ！親指と小指。そう。お、イメ、イメージ。え、たぶんもう分かってたんですか。でももう1秒で。はい。やったー。謎 D はイメージです。はい。ルナシーのファーストアルバム、メジャーデビューの。意地になってます。いいですね。あった。メインルームから数字が書かれた6つのピースを探し、重ねて現れた4文字を時計回りで読め。メインルームってここでしたっけ。そう、ああ数字が書かれた6つのピース。メインルーム、あ、これじゃん、数字。あ、ほんとだ、5。ほんとだ。あ、2がある、4がある。あ、ほんとだ。あ、6あった、あった、1。うわ、カニだ、怖。これリアルっす。あ、あ、こんなところに。むずー。ありました。はい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 。現れた？あ、なだのりふ。でも時計回りですよね。はい。だから幸せ逆じゃないですか。いや、合ってますよ。合ってるんですか。はい。のりふ、ふ、な、の、り。はい。おお。はい。問題 E は、はい、船虫です。船虫じゃないです。船虫です。ふ、な、もうこれも分かってました。回してる時から。分かってました。はい、次 F。おお、もう終わりそう。早く脱出しないと。七万に。え？なるほど。え？もう分かったですか？分かりました。え？でもこれがなんか、ヒントですよね、絶対。それ2分の1だから。2分の1だから。ということは7万人 ?2 分の 1?7 ってか、そういうことですか。2分の1だから2分の2があるんじゃないですか。え、僕は見ましたよ、もう。え、見ました。見ましたよ。どういうことですか、2分の2って。 F の2分の2あるんですか。ありますよ。え、どういうこと、どういうこと。あ、もう一枚あるのか。もう一枚あるってことか。そういうことだ。え？え、もう探偵分かってるんですか？はい。え？
この近くにありますよ。え？あった！あった！はい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 。これはわかりました僕。はい。す。お。た。あ。み。な。おお。すごいよ。はい。これを見たらもうこれがむずいですね。でもこれ。もうすぐ分かったんですか？すぐ分かった。これを読んでるときに、あれ2分の2あるなと思ってました。ああ、もうそういうのも、もう、勘がもう働くんですね。はい、F の、はい、答えは、スタミナです。はい。ブラックビスケッツね。それしか出てこないですもん。あと、スタミナ太郎。スタミナ太郎出てきますね。あの、ティンカーベル初野の。いやもういいっす。G。低い棚の上にある青赤黄の線の上に色を合わせて額縁を置け。低い棚ってこれじゃないですか。低い棚これですね。あ、黄、赤。カニ。カニはカニ色がない。あ、青ありますね。ここに。あ、本当だ。だから、それに何を置くんですか？色を合わせて額縁を置け。額縁を置くらしいです。額縁を置く。額縁何個あるんですよ。これもありますね。絶対それ使うでしょ。おほら。こうだ。そうだ。これ黄色じゃないですか。これ黄色だ。あと赤。むずー。で、何が起こるんだろう。置いた。はい。置いたらカモメ。カモメ、カメ、カニ、ギター、はい、カギ、カギ、あ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 、なんか書いてる。なるほど。なるほど。わかった。わかりました。はい。僕も、じゃあやってみます。なんか引くとか足すとかですよね。そうだ。カモメから引くと、カメを引くと、うん、カモメ、カメ、も、も足すカニ、カニも。モカニじゃない。モカニ、あ、そういうことか。モカニギター。モカニギター。弾く？鍵。え、ちょっとわかんないよ。モカニギター。弾く鍵。はい。モカニギター。モカモカニモニ。モニター？そう。おお。はい、G の答えは、もう。吉田さん、立って分かったんですもん。いや、もう分かった。持ってましたもんね。はい。むずっ！今回難かったな。H、これだ。はい、最後の問題です。ああ、大変だ。この額縁の中、絵を見て、数えろ。はい、これっすわ。これっす。これだ。四角は？ん？四角、カニ。四角何個？4個。4個だと、あっははは。せ。丸は？4個。4個ですか？あ、5個。千。三角は？千道。ペケ。ペケ？うん。何ですか、ペケって。X どうですか？ X？ 1、2、2個？ X2 個？ 2 個ですね。千道、千道、はい、千道、千道、埋まった、埋まったぜ、埋まった、何でしたっけ、埋まって、あ、それそれ、方法はわかります、これですよね、これ、ここを読んでいく、はいはいはい、しゅ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 、シュッ、シュッ、こう、出港時の、の、た、た、な、な、に、も、ど、次一番、もど、戻し、出港時の棚に戻し、出港、あ、そういうことなんだ。なるほど。戻し、せん、す、いか潜水か潜水艦作れ
出港時の棚に戻し潜水艦作れ。これ、はい、出港時の棚に戻し、これに戻そう、とりあえず。はい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 、それ黄色引くんですよね。あ、ほんまや、これ引いてあるんですよ。ほんまや、気づかなかった。鋭いですか。鋭い。お、で、これですね、サブ、サブとさっきのこれだ、マリア。これマリア、まだ来る感じです。はい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 、置いて、これじゃないですか。できた。で、はい、潜水艦作れだって、これで。え、僕もなんとなく分かってますよ。分かった。潜水艦はこれなんですよ。サブマリンで、これがもうずっと気になってたんですよ僕は。サブマリマリマリまであるんだ。マリまであるってことは NE だ。 NE だ。 NE、 はい。すごっ。ここからなるほど、なるほどなるほど。 NE 置いた。操作システムのミラーロックが解除されました。メインモニターの指示に従い船内カメラを再起動してください。じゃあこっちの部屋行きます。はい。メインモニターがどうとか言ってます。おっ、暗っ。すご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 。あ、電気があります。すご、はい。あー、あー、すごっ。なんじゃここ、すごっ、やばっ。メインモニター、あ、カメラ、あ、カメラ再起動って言ってましたね。操作室の明かりつけました。5本のケーブルを使い、同じ穴をつなげて、タブレット起動何本でしょう。なんか、ケーブルありますね。ケーブルある、ここにもいっぱいある。ありますね。何本ありますか ?1、2、3、3本。あと2本。あ、あった、1本。あ、なんか、あ、終わった。え、うわ、わかりづらっ。ありづら。同じ穴をつなげてだって。多分これ。あ、なるほど。33。33それ。これか。22。来た。来た。あ、図を参考に左右のスイッチを入れればタブレット起動ナンバーがわかる。ポンポンポン。おお。あれ？あれ？こうだ。あ、そっちも消えてます。あれ？あ、あ、8642。すごっ。えい。6のチェックをクリアすればメインカメラ再起動の方法がわかる。まあ、まあ、もう問題が出るってことですね。要は1234にいるもの。え？はいはいはい。え？これはシーラカンスかな。え、なんでですか？これ進化、退化。なるほど。深海、深海にいるのはシーラカンス。え？ 1、2が表すものを答える。はいはいはい。はい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 。え？はい。ロックは分かるんですよ。はい。あ、ロック。ロだから。ロだから、ここのロがないでしょ。そうですね。これは何がない。え、あ、 C。 おう。そう、ここ C で、ここのカタカナの三髄の C がなくなって。そっか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 。ロックのロの。だから、口が。白。そう。おお。はてなにいるものを答えろ。これは阿弥陀くじ。むずいですね。なるほど。え、わかりました。わかりました。だってうるえ。うるえがはてなでしょ。あ、そっかそっかそっか。でこの歳費が花。ナロがこの矢印ということは、ナロ、ナロ意味が分かんないです、ね、これは右です。はい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 。ナロが右。
ナロが右、サイヒが鼻。いや意味が分かんないです。ナロが右、あ、え、ナロが右、いやむずいです、分かんないです。カタカナで考えてください。え、ああ、え、鼻なんでしたっけ、サイヒ。なるほど、漢字なんだ。ってことはうる、うるえは、え、むずく、あ、あ、でもこの中にあるのか。じゃあまずうるえは何、空、はい、空にいるものを答えるんだから。え、何ですか、空にいるもの、はい、いないです。いやいや、よく考えて。え、 YouTube でも撮ったでしょ。何のですか、これ動画。何の動画ですか、これの答え。これの動画撮ったんですか。撮ったじゃないですか。空はちょうど1年前に。ちょうど1年前に空、はい、どういうことですか。空の、空にいるものですよ、この中で。いや、空は鳥とかしかいないんで、いないです。いやいや、いるでしょ。お正月にちょうどトイザラスで買って、トイザラスで買って空に。なるほど、タコだ。そう。おお、シエさんもとっくに分かってました。はい、答えを表しているものを選べ。はいはいはい、わかりました。はい、いや、答えを表しているもの、これは何ですか。タコ。これはトイレ。トイレットペーパーじゃないですかこれ。いやいや、これ合わさって多分。え？何が？歯、歯？これは歯ですね。これは？貝。これは？あ、これ2つセットなんですか。そう。え？これこっちが、こっち側にこれがつく、タコみたいに。え、全然わかんないですけど。いやいや、これ。はいはい。え？トイレットペーパー。いや違う違う。あ、わかった。何ですか。笛だ。そう。ということは？ということはどういうことですか。これ何ですか。あ、タコで、けどこうなってるから、うん、コタ。お。A は、うん、深い。お。深い。どれ。え？いや、これがわかんないですけど。え？え？深いのはどれ？深いのはどれ？いや、この意味がわかんないですよね。え？エース？エース？お。ビースト？お。シール？お。ディープ？深い？ディープ？むず。じゃあもうすぐ分かった。ネムネム探偵。ネムネム。1,2,3 に一番関係ある上がりといえば、なんだこれ。だこれ、え、はいはいはい、でも全然わかんないですけど。わかりました。わかりました。はい、これがまず何なんだろうな。これはただのしましまです。しましま、はい、これ足すこれ、これ足すこれ、これ足すこれです。これしましまだ。お、だからしましま村として、これはそれがしましまになると、スイカだ。おう、しましま、あ、横断歩道、おう、お寿司、うん、上がり、うん、お茶です。はい、おあ、これ最後かな。計算して現れたものは何。いや、これ計算苦手なんですよ僕。これ計算機あるよ、あそこに。ほんと？え？ほんと？あ、もう分かっちゃった。何？まあ、とりあえず1万。なんでもう分かったの？1万引く900、1000、万引く6685は3315。それを割る5すればいいの、ね、割る5すればいいのかな。はいはい。で、これはい、逆になってんすよ。はい、だから逆っすよね。これが逆だと、
なんて書いてますか。いや、わかんないですよね。いやいやいや、いくら。お、じゃあどれですか。答えは星四角丸三角。いや、エッグといえば丸。はい、イエーイ。難しすぎる。あ、できた。やった。メーターが再起動。再起動だ。メーターの再起動を確認しました。モニターに映像が復旋します。はい、旋回ライトが点灯します。怖い。異常事態発生。極めて強い衝撃を感知しました。やだ、怖い。全員、操作室に集まってください。集まってます。極めて強い衝撃を感知しました。扉を閉めて、壁の手穴に手をつき、頭を低くして、衝撃対応姿勢を取ってください。そう、本当に言うの？繰り返します。扉を閉めて、壁の手穴に手をつき、頭を低くして、衝撃対応姿勢を取ってください。やばい。タコだ。エラー発生。衝撃による推進システムの故障のため、浮上および航行ができません。メインルームの脱出用ハッチから、脱出ポットで対応してください。脱出用ハッチの電力が切断されています。予備バッテリーを起動してください。メインルームの天井ハッチから脱出用ポットを使用して脱出してください。はい、メインルームのペンギンが持つ鍵を使い、黄色い鉄のボックスを開いてください。あ、鉄ありましたね。中の脱出マニュアルに従い脱出してください。なるほど。まずメインルームのペンギンが持つ鍵。さっきの部屋に戻ると戻りましょう。メインルーム。うわぁ、あれ、うわぁ、あれやっちゃってんな。あ、ペンギンだ。鍵持ってる。持ってる。これですよね。黄色の鉄のボックス。開けます。はい。そしたら脱出マニュアルが書いてあるはずです。ペンギンどこにいたんやろ。急にペンギンいましたけど。うわ。ありました？ありました。潜水艦脱出マニュアル。はい。船体が動かなくなった場合は天井の脱出ポットを使用して脱出しましょう。はい、メインルームの予備バッテリーを起動し、はい、ハッチを開くことで脱出ポットへ乗り込むことができます。はい、予備バッテリーの起動方法、黄色のボックスから入手した6個のパネルを使ってイラストを揃えましょう。はい、3桁の数字が分かったら制御盤の右下の鍵を開けましょう。はい、手に入れた鍵を予備バッテリーに差し込めば起動させることができます。はいはいはい、まずこの6個のパネルを使ってイラストを揃えましょう。はい、なるほど。え、これさっきこれあったやん。これじゃないですか。そう。なんだこれ順番に読むんじゃない。あ、そういうことか。さっき字書いてたじゃん、これ。なるほど。ラ。で、だから全部あるってことあるんじゃない。このカメさんみたいな。じゃあ、2、3回とかこの大量のファイティングにも。ファイティングにも？あ、違うか。あ、これやん。書いてる文字。書いてあるわ。この、ラッコの。こうやると。おー、なるほど。ちょっと映ってるかわかんないけど。はいはい。ラッコ。ラッコの、この、えい。あ、あった。貝。ラッコの貝。ラッコの貝。78。15。ラッコの貝15。ラッコの貝15。ラッコの貝15。この、椎茸。椎茸じゃないです。椎茸あった。あ。15回た。ラッコの貝15回た。ラッコの回15回タップ。ラッコが、あ、なるほど、分かったかも。ラッコなんて言いましたっけ。ラッコの回ってなんですか。
まずラッコをどこかで見なかったですか？見てないです。覚えてないですね。え、ありましたっけ？ありました。どこですか？こっちです。え、ラッコありましたっけ？ラッコ？え、ラッコ？ラッコ？これ何ですか？ラッコです。ラッコです。ラッコを15回タップ。ラッコの回。ラッコの回。うん。ラッコ回ありますよね。15回タップ。え？うっ。527で制御盤の右下の鍵を開け。じゃあこの仕掛けは右下の鍵、はいはいはい、これ。ああ、それか。はい、527ですね。527で、あ、いた、いた。なんだこれ。あ、鍵出てきた。出てきた。これ何でしたっけ？鍵を予備バッテリーでしたっけ？予備バッテリーに差し込めば起動させることができる。はい、予備バッテリー、これ。予備バッテリーを起動させることで、ハッチがいけるんですよね、確か。予備バッテリーが起動しました。よし。来た。全員、壁の手形に手をついてください。やだやだやだ。なんだなんだ。あ、うん、脱出用ハッチが開きました。あ、開いた。登ります。はい。あ、なんかある。あります。重っ。強い衝撃により、脱出用ポットが故障しています。え？なんか出てきました。またマニュアルですか。この潜水艦は2012年に改装され、はい、トリトンと新たに名付けられた、はい。高性能なシステムが搭載されるようになり、その結果安全な航海を可能にしたが、はい、深海にはさまざまなトラブルが潜んでいるだろう、はい、もしもこの脱出ポットが何らかの理由で使用できなくなった場合、奥の倉庫にある旧式の脱出ポットを使用してほしい、はいはいはい、また倉庫の中には魚雷のシステムをはじめこの潜水艦が改装される前のものがいくつか残っている。万が一の時は活用してほしい。何かの役に立つかもしれない。はい、これは何だ。倉庫確かにあるんですよね、ここに。待って、これなんか何だろう、この給食袋給食袋懐かしいです。うわ、何ですか、なんかいっぱいある。うわうわ、なんかいっぱいある。もうやだ、脱出したい。脱出ポットが発射できない場合、はい、脱出ポットが発射できない場合、主な原因は障害物です。はいはいはい、まずは倉庫へ行き魚雷を発射して障害物を取り除いてください。はい、倉庫の扉のロック解除方法、はい、一緒に入っている14枚のパネルと羅針盤を持って操作室に行きましょう。はい、羅針盤を壁の穴にはめ14枚のパネルで海図を作りましょう。はい、以下の謎を解き動かしている時にペケで示される文字を読み4桁の数字を導きましょう。はい、まあ、とりあえず全く分かんないです、はい、とりあえずこれを持って、はい、操作室に行きましょう。羅針盤を壁の穴にはめ、羅針盤、これかな、壁の穴。はいはいはい、え、なんか光った。海図を作りましょう。はい、まあ、要するにパズルか。パズルですね。このブラックライトの上でちょっとなんか見えてるんですよ。これも、これもどうすか、うん、合ってない。枠から。あ、ここあった。あ、これあった。これもあった。おー。ちょっといっぱい。こうだ。これ、ここあった。ほんまや。違う。これ、ここだ。こう。あった。怒り船。なんか船あっちにあったよ。え？あっ？違うかな。え？えぐ。分からんけど。これって何なんですかね。このペケって何ですか。ペケを読めって言ってた。あ、ペケを読め。これだったら R？ R。
R。 R。 O じゃない。いや、どちらかでも R ですけどね。これちょっと、そう、なんかここも若干ですけど、映ってるかわかんないですけど、見えるんですよ。全然見えないけど。あ、この辺だな。すいません、もう回しますね。はい。これ明るいからかな。閉めていいかな。あ、あ、めっちゃ見える。めっちゃ見える。なるほどな。ここだ。絶対ここ。あ、いいかも。こっちもあったっす。なんとなく。あ、できた。できました。いいって言って、はい、T。T。H。H。R。はい。E。E。ここにいいやりますいい、はい、いい映ってっかな、いい、DHRE3、 はい、次は3だ、はいはいはい、イカ、はいはいはい、イカのやつどれ、はい、S、 S、 E、 E、 V、 もう分かった、E、すげえ、なんで全然取ったよ、でもは成分N、 はい、はい、もう分かりましたね、 N、 E、 9、 はい、 E、 はい、はい、はい、え、 G、 はい、 H、 はい、 D、 8、 はい、3798、おお、開いた、倉庫へのドリアロックが解除されました、はい、はい、入ります、どこにしましょう、おお、また倉庫がなんかスターを取っちゃってますよ。障害物により脱出スポットは使用できません。はい、魚雷発射システムに魚雷を装填し、障害物を取り除いてください。はい、クジラの下のパネルを剥がし、魚雷を装填してください。あ、クジラの下これだ。それだ。黒いツールボックスを開こう、はい、青い鉄のボックスを開こう、手に入れた道具を使い魚雷を手に入れて魚雷発射口に装填しよう、電源ケーブルを接続しよう、これ縦横斜め15にして順に読み、出てきた数字でこの箱を開けろ、うんうんうん、これじゃん、ええー、とか縦横斜め 15？ ああ、これ固定されてるんだ、固定されてるから、はい、これ15にするんだよ、はいはいはい、魔法陣、はい、だから魔法陣、うん、どういうことですか、で魔法陣作るの、この1から9まで入れて、はい、で全部どっから足しても15にする、はい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 、っていうことは、あ、足すんだ、うん、ここ1、はい、そんなのできるんですね、ここ1、はい、はい、で、だからここが15ですよね、7、はい、7、はい、これ8だと言ってる、8で8、9、15だ、これだ、はい、1から4みたいな、そうですね、あ、お、あおち、い、あおちさ、あお小さい、あお小さい順って書いてる、あお小さい順、あお、あおの小さい順だったらこれじゃないですか、478みたいな、あお小さい順、はい、どうですか、このラゴは、その通りです分かったんですか、分かりました、あ、本当ですか、
おお。はい。まあね、チャル。6枚の文字パネルを外せ。壁に合わせて2文字の海の生き物を作れ。裏返して読めば、青い鉄のボックスを開ける3桁の数字がわかる。これ、また、どこかグレンチでは。なんか意味あるのかな？この、キーホルダーの色が違うんですよね。ああ。言動がいいですか？言動がいいですね。今日またこの真っ最後あると思わないです。あ、2枚ついてるよ。え？ 2 文字の海の生き物。はい。はい。2文字の海の生き物。はい。どうぞ。あ、ふ。ふ。ふぐ。ふに。いや、じゃあ、ふぐです。ふにってなんですか？いか。イコ。イコってなんですか？ナイス、ナイス。イカです。旅、まあ、旅なんですけど、あの海なんで、タコ、タニ、タニじゃないです、タニってなんですか、梅、梅、梅じゃないです、ウニ、ウニ、ウニ、エメ、エメってなんですか、エメはあれじゃん、アーティストの、アーティストのエメじゃない、海なんで、エビです、エビね、はい、もうないです、サメ、サビ、いや、サビでもうその、あの埋まってる、カイラ、来た、裏返して読めば、あ、裏返します。え？え？はいはいはい、はいはい、この絵の、はい、石とサンゴとマンボウの数。なるほど、これじゃん、はい、石3、サンゴ2、マンボウ1、321で、このボックスが、これが開くと青のボックス、お、いった、なんか出てきた。メインルームにいるアンコを探し、隠して引け。え？それしか入ってない。それメインルームはどうする？メインルーム行こう。メインルーム行こう。アンコ。アンコってなんだ？アンコどれですか？まさにこれがある、これが。え？赤字？うん。え？あったー、うわー、やられたー、あんこ、はいはい、あんこが何でしたっけ、あ、え、隠して引け、隠して引け、うわー、なんなの、怖っ、えい、あ、魚雷の番号の扉のロックが解除されました、はい、手に入れ、あ、え、魚雷だった、あ、なんか開いてる。このプレートを剥がして持っていこう。はい、あ、発射口だ。魚雷これじゃないですか。魚雷発射口に装填する。電源ケーブルの接続を確認する。はい、操作室の音声入力装置を使い、全員で魚雷発射と音声入力する。はい。はいはい。魚雷重そうですね。めっちゃ重い。軽々持ってますけど。うわぁ、ああ、やばいです。魚雷ダメです。うわぁじゃないです。わぁ、うわぁじゃないです。早く逃げないとやばいんで。はいはいはい。装填。はい。で？魚雷装填。はい。確認しました。はい。魚雷発射システムの電力が切断されています。はい。電源ケーブルをつないで、電力を供給してください。ケーブル、あの予備バッテリーじゃない、予備バッテリーまでいかないですよ、だってどこに繋ぐんですか、いや、予備バッテリーでしょ、予備バッテリー行きますか、どこですか、あ、持ってくるんですか、いや、ほら、あ、本当だ、多分これに繋ぐんだ、あははは、持ってこれないのか、持ってこれないんだ、あのケーブルをどうにか繋がないとダメ、え、それは無理ですよ、あ、ここ、え、ちょっとこの裏側どうなって、あ、裏側ないっす、裏側ないっす、いや、どういうこと、取れない、取れないか、
これレンチ？いやいや、それ多分違うやつじゃないですか。本当ないですね。あ、いや、これなんか、これなんですね。あ、あ、延長だ。延長だ。延長していく感じですか。まあ、繋がった。繋がりました。でも全然足りないよ。足りないですね。ってことは、絶対これだって。これなんですか。絶対これと思うけどな。位置的にはもう完全に。あ、これだ。これ抜けるんじゃないですか。取れる。六角違うやつ。六角じゃん。言ったやんだから。確かに。違うとか言い出すから。やっぱ深夜さんの。ねむねむ探偵です。何回やらすね、これ。うわぁ、来た。来た。来た。これを、こっから入れて、すげえ仕掛けだなぁ。来てます？来てる。来てる。いや、電源、あった。来た。で、なんか声合わせて言うみたいな。そうだね。音声入力装置を使い。音声入力装置。操作室だって。音声入力？ここ？あ、あ、これ音声入力。音声入力装置だ。魚雷発射システムが復旧しました。あ、これか。トークボタンしながら全員で入力キーワードを言う。はい、行きます。魚雷発射。魚雷発射。魚雷発射。魚雷を発射します。あ、命中時の衝撃に備え、はい、扉を閉めて壁の手当に手をつき、頭を低くして衝撃対応姿勢をとってください。こっちじゃない。操作室じゃない。あ、操作室か。たこ焼きになった。海の中っすよ。ああ。おお。行っちゃった。なんすか、なんすか、もう帰りたいっす。障害物が取り除かれました。はい。非常用脱出スポットのナンバーを入力してください。非常用脱出スポットのナンバーだって。あ、あれ？これ。え、これなんかありましたっけ？何これ。ログ。お。え？ネクスト。2049LIR。これわかるんですか？なんだこれ。あ、OK だ。OK がある。7297。なんで2つあんの？日付によって変わるってこと？え？あ。残り酸素時間？え、これ、ちょっと待って、20121118。何ですか？ひらめいてますか？ひらめいてない。あ、OK。この4月11日と1月18日は OK。はい。4月11日。やっぱこれは使用できてるな。2010。はい。こっちは1250で脱出してる。え？日付？でも、え？でもあっちの数字これではなかったですよね。時間ではなかったですよね。うん。別？これ。酸素。はい。残り10分。なんか関係あるのかな？ 1250。どういうこと、どういうこと、でも忘れた。え、そうなんですよ。
とこれトリトンだったのにイージスなんだよね。はいはい。この棚。でもこれはだから古いんですよね。設定的に。そう。だからイージスからトリトンに名前が変わってるんだよね。はいはいはい。これ一旦適当に入れてみて。どうなの？エラー。メモリー残量不足しているので、ログが増えました。システムは正常に作動している。なんか上がなんとか引くなんとかがパスワードが。ということは7297の時が、はい、なんだっけな2010だから7297足すと9307あ9307これイージスイージスでさっきのはじゃあそこにいてはいで8057こっちが8057足します。うん8057足す12509307ということはイージス引く酸素時間3分だから9307引く9307引く024002409067違う。え？あ、そうだ。変わったから。トリトン。6。6865。ってことは6865から100を。6765だ。なるほど。非常用脱出ポットによる。開いた。やったー。されました。非常用脱出ポットによる。安全な内観が可能です。ついに脱出できます、はい、よかった。疲れたマジで。では脱出します。はい。じゃあまた元気で。はい。ではいや僕置いてかれてますけど。いや僕置いてかれてますけど。